ジャガー C タイプは、イギリスの高級車メーカージャガーが1951年から1953年の間制作したスポーツカーである。C タイプ1948年に発表されたジャガー XK120 は、その流麗なスタイリングと高性能さ、また、同程度の性能を持つアストン・マーティニア・ベントレート、 比べて圧倒的に安価だったことから大人気となり、ジャガーのイメージを決定づける重要なモデルとなった。1950年10月、会長であるウィリアム・ライオンズはスポーティなイメージをより決定的なものにするため、XK120 をベースに改造したレーシングカーで、ルマン24時間レースへ参戦することを決定した。そのために開発されたのが C タイプであり、 レース開始6週間前の1951年5月初旬に最初の1台が完成した。その後2台が製作され、サルトサーキットまで自走した。XK120C とも呼ばれる。このマシンは、ライオンズの思惑通り1951年のルマン24時間レースで、ジャガーにルマン初優勝をもたらし、 さらに1953年のルマン24時間レースにも優勝を果たし、ジャガーのイメージ向上に大きく貢献した。エンジンは 3441cc の直列6、気筒同端 x クエンジンで、クロードベリーが圧縮比8.0、SU 製キャブレターはそのままに百6 0 h p から 200HP にチューニングした。また、圧縮比を9.0に上げた仕様では210。 HP を実現した。トランスミッションは4足 MT。車種はラダー式からチューブラーフレームに変更されている。ホイールベースは 2440mm。フロントサスペンションはほぼ同一のダブルウィッシュボーンとトーションバー。リアサスペンションはリーフ式から変更され。 ヘインズが考案し右寄りに配置された三角形ブラケットと2本のトレーディングリンクでアクスルを支持し横行機トーションバーをバネとする方式となった。ボディはウィリアム・ライオンズから XK120 と共通するスタイリングイメージを持つようにとの指示があった。ちょうどこの時期にブリストル飛行機から移ってきていたマルコム・セイヤがその空力技術を駆使しボディとフェンダーの段差をなくし ヘッドライトはフロントフェンダーに埋め込むなど極めて凹凸が少なく滑らかにデザインした。全長 3990mm、全幅 1640mm、全高 980mm で大幅に低くなった。アルミニウム製ボディで車両重量は 939kg と軽量になった。フロントを低く、テールを長くするなど、 さらに空力特性を追求したが、小型化したグリルが裏目に出て、オーバーヒートに悩まされた。1952年のルマン24時間レースでは、以前より大型ラジエーターを装備したが効果はなく、全車オーバーヒートにより、シリンダーヘッドを破損し、リタイアとなった。1952年末に少数が、プライベーターに販売された。 オーバーヒートを解消するためボディを元に戻し、燃料キャップをエアプレーン型に変更し、電装品の改良などで 54.5kg の軽量化に成功。エンジンはキャブレターをツインチョークのウェーバー生産に変更するなどで 220hp にパワーアップ。前輪のみとはいえ、レーシングカーとしては初のディスクブレーキを搭載、リアサスペンションに、 パナールロットを付加するなどの改良が施された。53台が製作された。当時の価格は6000ドルで、これはノーマルのジャガー XK120 の約2倍であった。ありがとうございます。